2010年6月25日、第36回主要国首脳会議で、菅直人首相のシェルパとして、小田部洋一は、日本の外交官、外務省経済局長、外務審議官、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部、特命全権大使を歴任。灘中学校、高等学校、一橋大学法学部を経て、1974年外務省、入省。 2002年には、外務省総合外交政策局審議官として、クアラルンプールで行われた、日朝国交正常化交渉に、鈴木克也日朝国交正常化交渉担当大使、やぶ中32アジア太陽集局審議官、佐伯や高アジア太陽集局参事官、平松健二北東アジア課長、秋葉武雄条約課長、水内隆太分析一課長と共に参加。 朝鮮民主主義人民共和国の鄭安和大使、北エ園外務省アジア局副局長らと交渉を行った。その後外務省経済局長等を経て2008年時間級の外務審議官就任。2009年7月のラクイラサミットでは事務方トップとして麻生太郎総理大臣の個人代表を務めた。2010年、フランス共和国レジオンドヌール勲章シュバリエを受章。 2011年から在ジュネーブ国際機関日本政府代表部特命全権大使。福島第一原子力発電所事故を受けて日本食品の輸入規制を行う国が増えてきたことに対応し WTO の貿易交渉委員会で各国の代表団に協定を遵守した冷静な対応を求めた。朝日新聞2002年10月26日日本。 経済新聞2009年7月4日、小田部陽一外務審議官が、レジオンドヌール勲章を受賞。中日フランス大使館。2021年6月28日閲覧。朝日新聞2011年3月31日。ありがとうございます。